はい、今ですね、どこにいるかっていうと、シンガポールのクラークキーにいます。クラークキーということで、MRT 地下鉄を利用してですね、南東線、サウザンイーストラインということで、南東線のクラークキーっていうのを来たんですけどね、そこから歩いたところ、この川沿いに、開けた、エリアです。まあ、デートスポット、ナイトスポットとしても有名なんですけどね、まあ、こんな感じで、橋がクラークキーね。こちらは別なんですけど、橋が真ん中にあって、橋で渡ってもできます。まあ、今自分が撮影したのはこの橋なんですけどね。で、ここ見ていただくとね、クラークキーということで、飲食店いっぱいあります。こちらのサイドにあるんですけど、おしゃれなバーなんかもあるんでね、どこかシンガポールでおすすめのナイトスポットを探している方は、この、クラークキーがいいと思います。マリナ地区なんか行ってもいいんですけど、ボートも行き来してます。だからそのボートを乗ってクルーズするのもいいかなって感じはするんですけど、まあ、こんな感じです。で、この今橋の上から撮影してるんですけどね、ここから今撮影してるんですけど、写真の撮影の場所でございます。なのでここのこういうアングルでね、撮ると結構綺麗に撮れます。ある程度いいカメラ使わないと、あのいい写真が撮れないかもしれないんですけど、できればいいカメラを、ね、持っていいかなと思います。今これ一眼のね、ニコンの一眼レフの D610 で撮影してるんですけど、もう一個別途で 4K のビデオカメラ、パナソニックね、これより全然画質がいいで、ね、帰国してからまたアップさせていただこうと思ってます。で、今から中に潜入しようと思います。